ちょっと MMA の厳しさを教えてあげようと思ってるんで、マウント取って肘でボッコボコにしてやろうと思います。ふざけんなよ、お前がボコボコにされただけの試合だからな。お前ヒアノコレンフンジャレンダ、全然上等って感じです。もう俺の試合ただで映すんじゃねえよみたいな。オープニングセレモニーすら映しづらいように裸になろうと思ってパーカー投げました。入れ墨問題ですね、噂のタトゥーは増やしますよ、もっと。なんかオリンピック始まったらいけるって聞いたんですけどね。何の情報だよそれ。まさかの延期っていうね。数パーセント入りたいですよ僕も。平本蓮総合格闘技デビューフェザー級最強へのチャンピオンロード第1章がいよいよ始まります。漫画とかにも一番不セーフ出てくるやつはすぐにやられるじゃないですか。平本は完全にそういうキャラだ。ガチで僕舐められとったと思うんですよ、ほんまに。ほんまに多分その僕がグラウンドを全くゼロぐらいで思ったと思うんで。まあ足田に負けたのもじゃあいい薬だったっていうか。いや、そこで負けてなかったら寝技の練習をちゃんとしようとも思ってなかったんで、あの負けからほんまにめちゃくちゃ自分の勉強になることが多かったですね。岩崎さんがだいぶその近道させてくれたというか、ほんまに今試合に使える必要なことだけを教えてくれてやった感じなんで、教えてくれた技術が全部ハマった感じですね。平本レーン。ガーディアン・オブ・ギャラクシーってマーベルコミックの映画の登場人物がやるんですけど、めっちゃ好きでオープンフィンガーだったらこれやりたいなって思ってたんですよね。このクソガキマジ殺そうと思ってましたね。どうやっていじめだろうかなと思ってましたよ、この時に。はい、さあ戦いが始まりました。いきなりタックルいった。自らタックルに行きました。ワイシンに3選手初めてタックルで行きましたが、いや、小坂さん切った。そのタックルと見せかけて下に意識させて振ったつもりなんですけど、それにまさかワンツー合わせてくると思わんかったんですよね。これ私効いたんですよ、多分これで足ぐらついてたんで、これが入ってて足グニャグニャってなってるじゃないですか。作戦は元々タックル絶対来ると思ってたんで、それを切って本当蹴りでこう作っていくあれだったんですよ。でこの時にあタックルやっぱそんな得意じゃないのかなと思って、あ弱いなちょっと思っちゃったんですよ。最初にいきなり拳を振り出していったからさ、平本もここは拳を返していきます。高田さん、これ距離感というの一つ大事になりますか。大事だ、もちろんですよ。僕のパンチ倒れてこことかでちょっとあもうなんかこれで頭打ってこう倒れてるんですよ。こう効いてはないんですけどね、バランス崩してこけてしまったみたいな感じですね。この試合を今日見に来てるお客さんの中にはこの試合も一つの目玉として見てますからね。裏メインというふうに、ね、位置づけられています。さあ掴んでからさあ上から行くのは萩原、下になるのは平本です。こんだけがっつり組めたらこかされるっていうのも練習通りですね。平本選手使ってますけど、はい、同じぐらい萩原選手は、これチャンスですね。なんとか平原選手が行く、位置を落としていく、萩原選手チャンス。嫌がってるなーってのありましたね、むっちゃ。別になんか痛くなかったっす。時期が切れてきました。なるほど、はい。まあ、青コーナーの方ではありますので、ここまで今度平本には飛んでいるはずなんですが、残り時間はあと10秒組さあ、入りました。でもロープ残り時間少ないんで、もう絶対バックチョックは決まらんと思ったんですけど、まあ、ちょっとでも苦しめたろうと思って思いっきり力入れました。セコンドのこの時の声は巻き返せるから大丈夫って言われて、やばい巻き返さなきゃって結構焦っちゃったんですよね。ラウンド2、さあ第2ラウンドが始まりました。まあ、萩原としてはやりたいことというのはどういうところに引っ張られる部分ありますか。やっぱり今の声見てもそうですけど、はい、1ラウンドから結構スタミナ切れはあったんですね。その1ラウンド目の無駄なこう動きっていうか、テンパっちゃってるっすもんね。なんか総格闘技って結構その意識あって止められるっていうのは分かってたんで、やばいやばい止められるかもと思って動いたんですけど、
試合前からさんさん盛り上げてくれてありがとう。全部いただきます。平本君もね、アマチュアシュートからやり直した方がいいよ。そんな甘くないからね。めいめい、あいつはいつか殺すっていう。まあアマチュアでは一回も勝ててないですけどね、僕僕自分でも僕のことはまだまだと思うのに、そのまだまだな僕にやられてる平本君はもっとまだまだでしょうね。自分でも記憶ないっすね、もう悔しすぎて自分にムカついたっすね。試合後インタビューなんでねんだとか結構言われたんですけど、敗者インタビューが嫌いなんでしないで帰ろうと思って。アンチはマジで負け犬なんで何ともないんですよ。なんかすげえ騒ぐっすけど、俺のおかげで楽しめたわけじゃないですか。だからありがとうって逆に言ってほしいですけどね負けとか負けって思わないですね。あの負けてねえというか、まあ、死んでねえよっていう、次のステージに行くためのなんかいい勉強になったなって本当思ったっす。なんかもうなんか試合終わってすぐ思ったのは、アメリカ行きたいなと思ったっすね。あっちで生活しながら格闘技に使えるような人生をやっていきたいな。これから絶対チャンピオンになるっていう、それを見せたいですね。ラストシャー見たか。じゃあ会見の時から何で行くかっていうのやっとだったのに、こっちは作戦も何もないですよ。あのままっす。いや最高っすよね。マジで入場前からもう会場盛り上がってるの分かったんで、もうテンション上がりましたよね、この時は。マジで試合終わった後ももう興奮して寝れなかったんです、もう朝まで。めちゃくちゃ好きです。今まで生まれてやってきた中で一番刺激があるというか、で僕昔から飽き性なんで結構いろんなことやったりするタイプなんですけど、総合格闘技だけはずっと続いてますもんね。もう面白いですよね、これだけ。やっぱり平本くんおらんかったら絶対ここまで注目はされてないし、なんならもうほぼほぼ盛り上げてくれたのは平本くんだと思ってるんで。朝倉兄貴、次の対戦相手は俺でしょう。次の大会で、その朝倉兄貴がやったことがある相手とやれて、まあ、そこで朝倉兄貴より早く倒すっていう、そこをやったら文句なく堂々と対戦表明できるかなと思ってるんで、まあ、次の大会はだからちょっとそういう人とやりたいですよね。